ケンさんは、うん、横向きの主義が非常に多いと思うんですけれども、はい、なんでこう横向きの主義がおすすめなんですか？うん、横向きの主義はですね、僕の私立学校で習った時に横向きの主義で覚えたっていうのが、まあ、最初なんですけども、まあ、横向きなんで僕が使うと、横向きの主義をやっぱ横向きの主義はね、楽なんですよ、受けてる人が。でやる方も結構ねやりやすいっていうか、でもあんまり長くやってるとこの下になってる腕が痛くなるから、ちょっとね、こう、まあうまくやらなきゃいけない部分もあるんですけども、まあそんな感じですかね。あと お年寄りなんかはね、やっぱり横向きは楽、絶対的に、はいはい、あと妊婦さんもね、横向きだったら生活できるじゃない、うつ伏せだとこれできないじゃん、はい、だから横向きでやった方がいいっていう、まあ単純にもう横の方が人間でリラックスするの、実は横寝の方が、うつ伏せよりも。うつ伏せはね、胸が圧迫されて苦しい、で顔もこう下向きになってて、やっぱね、あの眼圧も上がるし、はい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 、あとからもうふわふわしちゃったりとかもするから、顔に血流が集ま、血液が集まっちゃうんだよ、こうやって下にこう、だからあんまり良くない。うつ伏せのところって多いですよね。多い、大体うつ伏せが多いんじゃない。うつ伏せはうつ伏せでいいんだけど、背中とかね、圧迫するとかいいけど、だん長時間は辛いね、さすがに。胴脱枕で顔やってるとしてもやっぱ辛い。横向き少ないですよね。横向きやってるとこ少ないね。でもその中でもね、やっぱね、僕がおすすめする足体さんもね、やっぱ横向きやってるから、やっぱ素晴らしいなと思います。うん、まあ抱き枕も使ってるけどね、抱き枕がちょっと硬くてもうちょっと柔らかいのした方がいいんじゃないかなと思うんだけど、僕のね専用、横向き専用抱き枕を使っていただけると非常にいいんじゃないかなと思うんですけどね。あの抱き枕ちょっと硬いな、あれな、ここ痛くなんだよね。宣伝してるのか、言ってるのかっていうところでなんですけども、まあ、はい、そんな感じでございます。横向きをやってる足利田さんはおすすめです、僕は。はい、なんか足利田さんおすすめ動画になっちゃってる横向きはおすすめですね。はい、では検診圧スキルは横向きが結構メインになってます。まあそうですね、やっぱね、横向きを覚えておくとセラピストとして長くね、活躍できると思う。だって自分も年取っていくわけじゃん、はい、だからお客さんも年取っていくわけ、一緒に、はいはいはい、そうでしょ。自分がじゃあ30代40代としてお客さんも30代40代だったら、自分50代だとお客さんも50代になっていくわけよ、はい、60代、まあ若い人も来るだろうけどね。だからセラピストとして本当長く成功する秘訣は、年取ってもできる、で年取った方にもできる主義をやっぱ学んどかないと、できるようになっとかないといけないんじゃないかなと思うわけね。できるというのは大きいですよね。そう、そこで、そこです。それが一番ってことです。そこです。ぜひ検診圧スクールに来て、ね、横向きを学んでいただけたらなというふうに思っております。はいはい、ぜひですね、見て、動画を見ていただいた感想をいただけると大変嬉しく思います、ね、絶対ね、感想をね、書いていただくようにね、よろしくお願いします。